女子？考えてみると彼女はなぜ私にチョコを渡したのだ。まさかあの娘もバレンタインのことをよく知らぬのでは。もしくは私を男だと思ったか。いやそんなことねえと思うけど。つうかうわー、女子のつぐみでさえチョコをもらってるというのに俺は一個ももらえないだなんて悔しすぎる。そんなにチョコが欲しいものなのか男というのは。しまった、心の声がつい。一条楽、バレンタインには義理チョコとかいうシステムがあるらしいな。それでもいいならくれてやってもいいが。え、マジか、ありがとう。嬉しい嬉しいよ、義理でも全然嬉しい。サンキューなつぐみ。そんなに嬉しいか。お、いや感激だよ。俺女の子からチョコもらったの、これが人生初だからな。人生初。本当にサンキューな。ホワイトデーにはきっちり返すから。そうだ、余計なお世話だと思うけど、もらったチョコをさっきみたいに人にあげたりすんなよ。そいつもきっと勇気出してお前に渡したんだから大事に食え。余計なお世話だ、それくらい分かっている。じゃあな。ならば貴様も大事に食べてくれるのだろうな。やべ、まずいかと思い